長編 TV 劇場プレゼント解析テープ応募資格賞はこちらになります。そのプレゼント動画こちらです。スミレグローブエアメンマンモデル長編 TV T シャツアシックスバッティンググローブ最軽量のスミレグローブなんと 500g 以下そして長編 TV T シャツもプレゼント。皆さんコメントお待ちしてます。はいどうもありがとうございます。そうです。はいよろしくお願いします。はいということで本日はオーダーグローブシリーズヒロトのマーゴ俺知らないんだよ。確かに知らないですよね。数日間いなかった時期があったもんで薬指だったらいいよ小指なんだよ残念ながらいなかった時期があったので知らないんですよ。ああ絆もあるけどさみんなこれで3人ともオーダーグローブ内野用さはい手に入ったっていうことじゃん。僕ちょっとまだマーゴのねヒロトのマーゴ知らないんでちょっと紹介をお願いします。後でしましょう。あえ後ででいいじゃないですか。うわ出たこういうのお前後で恨むなリクトのマーゴとはちょっと違うんですけど、はいはいはい、リクトのマーゴは指股がなしだったんですけど、うん、自分のは指股ありでクロスウェーブの飾り紐もついてるっていう感じです、ね、うん指股ありってことはじゃあ広く使うってことか。はいこれあれなんだ切りはみじゃないんだ玉はみ。珍しい。でここがはみ出しカットになってて、うんうん、自分は結構奥深くなってるんですけど片付けで、はいはいはい、これは5本指はい5本指で使う感じです。なるほどなるほど。で逆巻きか指股の逆巻きだとあれかじゃあめっちゃ結構広いか。広いですね。革がジュテルレザー。ジュテルレザー。なるほどなるほど。まだ、ね、ジュテルだしやっぱかっこいいよね直視のラベルって。このマーゴのラベルがかっこよくて今日はちょっと3つのグローブ使ってってみようと。でそれぞれちょっとどういうグローブがあるのかなって感想をね2人でやっていこうかなと思います。はいはい、それではやっていきます。よし、はい、じゃあ僕はヒロトのマーゴを最初に使わせてもらいます。グローバルエリート翔平さんに使っていきます。よし、はい、で、マーゴなんですけど、はい、型は違うけど、革はやっぱ僕の後も似てる。やっぱジュテルだなっていう感じがして、そんなやっぱ人のだから強く握れないからあれだけど、親指残しだなっていう感覚がしました。で、多分俺とヒロと手の大きさがほぼ一緒なんかな。23とか。23とかです。だから、多分それ用に片付けされてるんだけど、俺の手にぴったりある。ただ、結構小さめ。小さめです。ですよね。普段トレジャー使ってるから、ちょっと小さいなって感じはしちゃうんで、まあ、あと軟式だとまだちょっと遊ぶからもうちょっと頑張って柔らかくしてそうです感じです。革とかグローブものもそのもの自体もめちゃくちゃいいです。で自分はグローバルエリート使ったんですけどグローバルエリートなんで軽いし柔らかい、はいはい、でも翔平さんのやっぱグローブなんででかいんですよ。手袋がでかいってされたなんでそこの安心感はやっぱりある。はいはいはい。じゃあ続いてグローブチェンジしますか。はいはい。じゃあ僕は次翔平さんのグローブをお借りしてよく受けてきます。自分はトレジャーを、良平さんトレジャーを使っていきます。はい、やっていきます。ありがとうございます。わぁ、違う今の今のディレクターなんか最初よりちょっと型変わったかなって。あ、それは確かに。めちゃくちゃ久々使ったけど浅めに思うんだけど深い。深い。だから浅めのグローブって中指あたりにこうやってつける感じでこれもそうなんですけどポケット自体がまあ水野さん特有の深さって言ったらいいのかながあるようなので、まあ、握り替えもしやすそうなのかなっていざちゃんと受けてみたら一球土手で取ろうとしたんですけど弾くんで。あ、ポケットの方がやっぱり安心感もある。でかいからね。多分ちっちゃいグローブだとここ取ってもめっちゃいいんですけど
やっぱでかい分がやっぱポケットを深く取った方がいいのかなって思いました。はい、自分的にはこれ坂道グローブなんで、あ、デザイン好きです。なるほどね。どうしよう、どうしよう。じゃあどうしよう、どうしよう。あー、どうしよう。どうしようじゃない。ね、あそこはね、ヒロトと同じ守備だから、はい、ヒロトの絆にそんなの作ってたし、はい、っていう感じです。はい、はい、じゃあ最後は自分のグローブでやっていきますか。はい、じゃあ最後は自分のでやっていきます。やっていきます。ということで、トレジャーはやっぱ僕一番です。でもトレジャーよりやっぱこっちの方が安定はするです。ああ、なんだろうな、やっぱでかいから言い方悪いと楽して取る。ああ、言い方悪いとね、安心感がある。でも自分逆にこっちだと結構つくんで、うん、グローブが土手の方に当たりがちなかなと思う。ああ、そういうこと？でももうなんだろう、それはもう慣れ親しんだがものがあるから。でこっちだと逆にちゃんと地面つかして、うん、ここにちゃんとポケットに入ってくるような。それが多分さっき俺が言ったら楽に取るっていう感じなのかな。楽して取るんだったらでかい方がやっぱ自分的には合うなっていう感じがあります、ね、どう、やっぱ自分的にもこっちの方が安心はあります。まだこれも2週間ぐらい、1週間ぐらいなんで、まだ馴染めてはないんですけど、ちゃんと手の形にフィットしてくれるんで、はいはいはい、今のところ一番使いやすいかなと。自分の手になってっちゃうから、グローブが自分の手の動きとか自分の大きさとかで、それこそ同じグローブ買っても自由に取れるようになるし、例えばだからこのグローブがもっと手でかい人使ったらちょうどいいぐらいの大きさなのかもしれないし、このグローブをもっと手小さい人が使ったらでかって思う可能性もあるしっていうのがあるんで、ここはオーダーしても、まあ、人の感覚なんで、人が使ってってそうなってくるっていうのはあるのかなっていうのはあるので、まあ、僕はもうやっぱりこれにスラッカーをできるだけ近づけていくかっていうのが課題なのかなっていう、まあ、その前にまず内野やれよって話なんで、ピッチャーキャッチャー以外も長さやってきます。ナイス、頑張ってください。はい、ということで本日はまあ最終的には自分のグローブになりましたが、オーダーグローブ3人ので僕の方やってきました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。